新たなチームが参戦を発表した。チームドルーピー。マシンは3台の86、足元はダンロップ。広島トヨタのサポートを受けるビッグチーム、田坂、林、そして松川。2019フォーミュラードリフトジャパン参戦、率いるのは松岡歩。かっこいいでしょ。ものすごく僕ね、かっこいいと思うんです。最近の車っていうのが本当、まあ同じ傾向でみんな戦っている状況の中では、もう現存する AE85 なんていうのはほとんどいない、まあ半ば意地みたいな部分は当然あるんですけど、まあそれ以上にまだまだ戦闘力っていうのを伺い知れる箇所がこの車にはあるんですね。例えばこのボディサイズであったりとか、まあ2台ともリアはフォーシングタイプなんですけど、国内では本当トップカテゴリーでほとんど見受けられない状況の中では、他の車とキャラクターが明らかに違うっていうのは僕は戦闘力だと考えてるんで、そこの魅力と未練がましさが未だにこの車にしがみついてる理由です。長年レース畑で培ってきた松岡の真骨頂は、マシンの基本ともいえるシャーシーのセッティングだ。ドライバーの保護や剛性を高めるロールゲージの構造も重要だが、さらにボディの剛性を高める手段がスポット溶接。スポットをどのように打つかによってマシンのセッティングを決めるのだ。どの自動車も走ってる間動いてるんで、しなり方とかねじり方っていうのはスポットの個数であったりとか打つ位置であったりとか、そういうことで変わってくると思うんですね。まあ、常に走ってるその姿、理想的な走り、そういうものをもうイメージしながら作ってる、それがまあ楽しさだと思います。数字に現れてデータを取ってっていう箇所ではないんで、やっぱり僕独自のイメージであったり感であったり、そういうものがこのボディに注入されていく時間なんで、僕的には自動車作ってる中で一番楽しい時間です。しかし松岡が作ったマシンのパフォーマンスを最大限引き出すには、ドライバーの高い技術が要求される。さらに3台のマシン、エンジンは全く違う。松川が操る AE86、 V6 の 2GR がベースだ。センター部分が電子制御のインジェクション、その左右に2個のターボチャージャーを配置。820馬力のモンスターマシンだ、田坂の AE85。 トヨタ伝統の 3SGTE、これを 2.2 リッターにボアアップしターボ化している。そして林の FT86 は水平対向エンジン、透明 2.6 リッター EJ25 ターボで戦う。コクピットも三者三様、性格の違うマシンに仕上げ、個々のドライバーの特徴を生かした作りにしている。もともと自分がドリフトを始めた時から、もうシルビアしか自分の車に乗ったことがなかったんですよね。まあだからそれで苦労するのは分かってたんですけど、本気でというか競技に出るようになったら、やっぱ思い通りに動かなくて、まあ車両も限界が高くて、その限界まで
なかなか自分がそこの限界まで持っていけないのに苦労しました。もう後ろだけで曲げていってどんどんアクセルを踏んでいってでもう限界を超えて使うっていう車なのかなって感じてます。今まで、まあ、自分で出てた時も含めて2位にしかなったことがないんですよね、フォーミュラ D でも、うん、だから初優勝、はい、絶対します。松尾坂さんに拾ってもらったで乗らせてもらうチャンスを与えてもらったっていう感じですね。すごく乗ってて楽しい車で全然戦えると思っています。で、まあ、すごく今までいろんな戦歴があるんですけど、みんなに愛された大事な車に乗せてもらえて僕自身も嬉しく思ってますし、ドライバーさんにもいてスタッフの方もサポートしてくれるんで、チーム一丸となって結果に結びつくような1年にしたいと思ってます。もうこだわり抜いてるんですよね、多分。もう AE でやりたいって社長思ってるんだと思うんですよね。でまあ僕もそこに乗っかってる感じですね。今年から僕は参戦させてもらうんですけど、まあ、やっぱり勝ちたい思いは強いし、もうこの AE86 なんてもうすごく車が古いから、ここまであのパワーとか上げちゃうと、もう本当触るとこいっぱいあって、本当作るの超大変で、もう関わってる人たちがもう喜ぶ顔を見たい、逆に、うん、自分が勝ちたいって思うよりも、うん、みんなが、ね、そうすることで喜んでくれる姿が見たい感じがする、うん、僕はイメージの中では車もドライバーもメカニックもエンジニアもスポッターも含めてもう全く別物だと考えてます。こうやって、心よく受け入れてもらっていることを感謝した上で、こんなワクワクする開幕前っていうのは本当に何年もなかったですしね、大暴れしたいなっていうふうには思ってますよね。いよいよ歴史あるチームが本格始動、チームドルーピー、フォーミュラードリフトジャパン、勝負の準備は整った。プロジェクトを立ち上げておよそ1年、いよいよ待望のシェイクダウンを迎える。飯塚がパイロンを置きながらパーマネントコースを作っていく。奥野と結城、2人はマシンの最終セットアップに勤しむ。スポンサーもマシンの出来栄えに目を細める。初めての走行、いつも以上に入念なチェックを行う。足回りの増し締め、ドライサンプポンプの確認など多岐にわたる。セッティング開始から1時間、いよいよその時が来た。V8 の方向、エンジンフードを取り付け走る準備が整った。飯塚にも緊張が走る。ヘリオスレーシングの至宝、アウディ A5。
ゆっくりと走らせ感触を確かめる。マシンの状態は良さそうだ。安堵の表情を見せる結城と奥野。飯塚が自らのスイッチを入れた。マシンに鞭を入れる。アウディ A5 を手なずけている。マシンの開発を進めるのは容易ではない。それ以上に勝利をつかむことは難しい。しかしその先に見えるものがこのチームの理想だ。ドキドキワクワク、まあ、本当両方あって、で、まあ、ハンドル握ってアクセル踏んだ時にやっぱりすごいなと。低回転からトルクあるんで、もうアクセル踏めばとりあえず出るし、下手したら6速でも多分できちゃうんじゃないかっていう気持ちになっちゃいますよね。やっぱり前が遅かったりとかミスしたりとか早かったりとかっていうところに対して、やっぱアクセルがリニアに効いてくるので、前に出たりとか止めたりっていうところをしっかりできていくかなと。でやっぱりちょっとミスをして低回転になっちゃったっていう時でも、やっぱりアクセル一つでエンジンパワーが出てくるっていうところはやっぱ強みかなと思ってます。足回りに関してやっぱりそこが一番重要視されてくると思うんですけど、やっぱあと車重ですよね。やっぱ車重がちょっと重たい分どう出るかっては思ってます。ただ今日乗った感触と、まあうちにはスペシャルなメカニックがいるので、そこで合わせてあと2ヶ月間で車は仕上がれると思ってます。でまあ初戦からやっぱり出るからには優勝していくっていうところで、そこをしっかり、セットアップして、で、まあ、今年はシリーズチャンピオンを狙っていって、結果じゃあどうだったのっていうところをみんなに見せたいなと思ってます。ヘリオスレーシングエナジー、力強くシーズンの扉に手をかけた。2019年6年目を迎えるフォーミュラードリフトジャパン。戦いはすでに始まっている。注目の第一戦は5月18日19日鈴鹿ツインサーキット。平成から令和に変わる新たな時代、初戦を勝利で飾るチーム、ドライバーはこの戦いを見逃すな。